青き空、そこに仰ぐ釣り屋根が見る者を圧倒します。東京相撲競馬場、まずは横綱六角竜の登場です。横綱の格を見せつけ、レースを制することができるか。ここで普段の疾走者テンエムオペラ竜の登場です。戦いの中に答えはある。さあ気合十分、俺より速い奴に会いに行く、そう語った表情からは自信がうかがえます。スターターは行司の木村翔太郎、実況はラジオ日経小塚が務めます。地鳴りのような大歓声です。最高の栄誉をかけて各馬静かに土俵入りならぬゲート入り。さあ制限時間いっぱいです。発揮よーい、ファイト。さあスタートしました。各馬ほぼ揃ったスタートです。果たしてどんなレース展開が待っているのか。コンボ。三十コンボ。まずは最初のコーナー、ここで横綱出ました。しこたん強靭な足腰でコーナーを独り占め。横綱相撲ジョッキーは足腰命。さあ2コーナー回って向こう正面、先頭を走る2頭を追うように後続が続きます。カコンボ。10コンボ。ここで各馬コーナーを曲がっていきます。昇竜拳。ここで龍が昇竜拳でゲージを貯める貯める。最後の直線に向けてボルテージもマックスか。手に汗握る最終コーナー、出口は目の前だ。波動拳打ちかましブースト。さあ完全に抜け出した2頭、これは手に汗握るがっつり打ちの一騎打ちとなりそうだ。加速する、加速する、どんどん加速する。両者これは壮絶な競り合いだ。互いに譲らない、目を見張るデッドヒート。さあどっちだ。